誰からの返事もなかった。聞こえてくるのは奴の高笑いと不気味な風の音だけ。この地球に残されたのはもう私たちだけになったのかもしれない。16.5センチ。ダメだ、ぴったりしたのがない。子供はすぐ大きくなるって。もう頭固いんだよ。マミは、あっかー、レーダーのエリア設定ひとメモリ間違えてしもた。てかもう真下じゃない。絶対すぐにマミとか出て急いで。Thank you.
巨人？世界が終わりに向かっていた時、三人の勇者がやってきた。ゼロ、聞こえるか、ゼロ。誰だ？お前の力が必要だ。誰だか知らないが、あいにく俺は今、取り込み中でな！ある世界が滅亡に向かっている。ある世界？お前は一体…この地球のあらゆる命が邪悪なものに封印されようとしている。時間がない。地球へ急げ、ゼロ。地球だと？今の声は別の宇宙から俺を呼んでいた。行ってみるか、地球とやらに。さあ、どうしました、セブン。今ゼロが時空を超えた。時空を？一体なぜ？例の円盤に関係があるのかもしれん。いくつもの別の宇宙に現れ、怪獣などを連れ去る謎の円盤。怪獣墓場からも複数の怪獣たちが奪い去られたという。円盤の正体、目的は不明だが、恐ろしい計画は確実に進行している。なんとか防がなければ。しかし、無数にある平行宇宙の全てを見張ることは不可能です。一体どうすれば。ゼロならきっと。皆さん、 TPC 総監の響きです。
今日は15回目のアスカ記念日です。謎の宇宙生命体スフィアによって消滅の危機に瀕した太陽系だが、それに勇敢に立ち向かった一人の男、アスカ・シン、ウルトラマン・ダイナ。彼は自らを犠牲にして全ての命、全ての人間を救ってくれた。そのことに深く感謝して今日を過ごしましょう。全てじゃねえだろ。全てじゃあ、よっと。誰だ？新人です。タイが望む。世界は常に変化する。過去を振り向いてたら進化できない。フィニッシュ、フィ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 ニッシュ、フィ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 ニッシュ。変わったやつだ。確かに、でも優秀です。おい、衛星防衛ライン突破されたぞ。どうした？スクリーン出します。スフィア、まさか生き残りが。無断発進です。隊長。あの戦い方、まるでアスカだ。誰が乗ってるんだ？タイガ、実戦で最も大事なのは必ず生きて戻ることよ。ラジャス隊長。第一ステージフィニッシュ。さて、次行きますか。ロスト、別の次元へ。どうした？タイガ隊はどうなったんだ？タイガ、タイガ、なぜだ？なぜどこにも人間がいない？この地球に一体何が起こったって言うんだ？なるほど、どうやらお前は何か知っていそうだな。波拝見、ウルトラマン。
なんて無茶なやつだ。俺、フィニッシュ。ひょっとして死んじゃった？よかった、無事だったか。うん、お、サンキュー。俺はタイガ、よろしく。ん？なんだこれ、いつの間に？俺とお前が一つになった証だ。君には聞こえなかった？ああ、幻聴ね。よく聞けタイガ。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。ウルトラマン？子供を助けたお前の勇気、感動したぜ。これから俺たちは一心同体だ。出てけ。そうそう、出てけ。え？なんで勝手に俺の中入った？俺はウルトラマンの力なんていらない。今すぐ俺の体から出てけ。いやいやいや、お前は瀕死の重傷だったんだぞ。俺がいなかったら命を。うん、ありがとう。でも出てけ。出てけ。そう。奴もあの声に呼ばれたのか。
ちょっと。おいおい、すごいな君。てか誰？僕は春の武蔵。あのさ、どうして怪獣が急におとなしく？つうか武蔵くん、なんでウルトラマンなのに怪獣見逃したわけ？さっきの怪獣は興奮してただけだ。倒す必要はないよ。怪我はない。斬新だね。でもまた襲ってきたら？その時はまたおとなしくさせればいい。はあ、なるほど。慈愛の戦士コスモス、噂通りだな。コスモス、ひょっとして君の中にもウルトラマンが？え、こいつの声聞こえてんの？何今度は何？お知り合い。でどっちなの？さっきの青いウルトラマンは。あ、こっち。え、いや、あ、じゃあ俺はこの辺で。おい、ちょっと。地球防衛隊？そう。私たちはチーム U。このキャンプであの子たちを守ってる。お客さんだよ。キキのもと見せてあげる。頑張りんさん、お腹減ってない？武蔵くん、頭、何すかこの男たち。早く、どこ行くの？竹の子、のんこ姉ちゃん、まみお姉ちゃん、ちょっと CD のメカニックシスターだよ。あ、走る。3日間何しとって？誰やお前？どうも。なーに？わっ、あんたどっから来たの？え、別の宇宙？は、次行くよ。次。チーズ。あ、どうも。俺はスルーかよ。タケル、よかった、無事で。どうして何度も黙って出ていくの？何か理由でもあるの？あいつもしかして言葉が？どうやらそうみたいだな。この世界に残されたのはもう私たちだけかもしれない。なぜ？誰がそんな？侵略者バット星人。この地球は奴の実験場に選ばれたんだ。こちら地球防衛隊、応答願います。誰か聞こえてたら返事ください。最初は鳥や動物たちだった。次に人間。まさに神隠し。いなくなった人たちがどこに行ったのかさっぱり分かんない。分かってるのは、全ての原因はゼットンと呼ばれる何かの仕業だということ。ゼットン。破壊するために残された人間は必死に抵抗した。世界中の防衛隊が出動したわ。でも誰も帰ってきませんでしたとさ。ライフライン、長距離通信、ネット、
全てがダウンした。この星に今どんだけの人間がいることやら。でも君たちは生きてる。今のところはね。やった。リーさん、セイさん、子供たちの中へ。はい。こいつがバッド星人。ごきげんよう。世界に取り残された者たちよ。ゼットンの食事は貴様らの絶望と恐怖心。今回もたっぷり怯えてくれ、我がゼットンのために。じゃきついっしょ。しかも慈愛モードじゃ。数は問題じゃない。大切なのは心の目で敵を捉えることだ。はあ、心の目。そうだタイガ、お前ならできる。お前なら。はい。うわうわ、中途半端なサイズに。うわ、行くぞ。そうか、タイガー、お前が俺と一緒に戦うことを拒否しているせいだ。人を騙すような真似して偉そうなこと言うな。つっつか。そうか、分かったよ。だったらこのままやるしかねえな。えよく見とけ、タイガー。戦うことから逃げてばかりじゃ、明日という日はやってこないぞ。目が回る。まだ行けない。ちょっと待って。になった覚えなんか。なんでお前みたいな男と合体しちまったんだ。ウルトラマンゼロ一生の資格だ。
そいつもうまくいくとは限らないって。新たなウルトラマンどもよ、これは警告だ。私の実験場から発射れ。早々にな。残してんじゃねえよ。いけないんだ。ゼロ君、ほんと口うるさいね。少しほっといて。あ、人参残してる。だからチビトラマンなんだよ。チビトラ？タイガ、言われてんぞ。人参最高。新たなウルトラマン。バッド星人はそう言った。この世界には僕ら以外にもウルトラマンがいたんだろうか。ごちそうさまでした。ダイナ、ウルトラマン、ダイナ、やっぱりあなたはダイナを、アスカのことを知ってるのね。俺がいた世界じゃ歴史の教科書に載ってるよ。やつは人類滅亡の危機を救った男だからな。人間の未来を守ってワームホールの彼方に消えた伝説の英雄。私もこの子たちもみんながアスカに生きていく勇気をもらったんです。それで彼は今どこに？もういなくなった。姉さん、明日も早い、早く寝な。ね、姉さん。はい、みんな早くご飯食べちゃって。風は時を運ぶよ。勇気がある限り夢は必ず叶うよ。涙が溢れるまま Hey, hey, 走り出せ。赤い地平線の彼方、明日があるのさ。誰よりも何よりも君だけを守りたい。いつまでもどこまでも君だけを守りたい。ウォーを叫ぼう。世界は出そうか。タケル、
そんなにアスカに会いたいのか？ん？おお！おい、ちょっとタケル、おい、ちょっと！誰？タイガー？あ、いい歌だね。アスカが教えてくれたんです。心が折れそうになった時、そっと口ずさめばいいって。誰も彼も本当にアスカが好きなんだな。タイガは嫌いなの？おやすみなさい。お前、何にそんなこだわってんだ？まあ、言いたくなきゃいいさ。ガキの頃さ、俺が住んでた町が怪獣に襲われて、親とはぐれて逃げ回ってるうちにダイナが現れて怪獣を退治してくれた。みんな大喜び。ありがとう、ウルトラマン。でも、ママの子、ママの子、ママ、ママ、ウルトラマン早く来て。ダイナのことは恨んじゃいないよ。でも、ずっと一人ぼっちで生きてきて、今さらウルトラマンに頼りたくもないか。もしかしたら運命かもしれないな。え？運命？君がゼロというウルトラマンに出会ったのも、そして僕らがこの地球に来たのも、みんな一生懸命に生きてる。僕らもやれることをやろう。それじゃあね、みんなは何から聞きたいのかな。ねえねえ、ん？武蔵はどこから来たの？開拓惑星のジュラ。へえ、ジュラってどんなとこ？怪獣と人間が仲良く暮らす星。ジュランではね、いろんな命が支え合って生きてるんだよ。たくさんの怪獣たちとカオスヘッダー、かつては人間の敵だった彼らとも今は一緒に生きている。いいなあ、ジュラン、本当に夢のような世界を作ったんですね。それと可愛い子供も。ああ、私もいつか結婚したい。いい男ゲットした。じゃあさ、ひなちゃんの夢は？この子たちをパパとママに会わせてあげたいかな。ひな、大丈夫。みんなで力を合わせて夢を叶えよう。よし、頑張れる人。はい。よし、明日も頑張るんだぞ。今日は記念すべき日、ゼットンの目覚めの日だ。何？
参ったよ。ゼットンの誕生を阻止するために自らの命を捨てて卵の中に飛び込んでくるとは、人類の救世主、実に素晴らしい。だが全ては無駄に終わったのだ。ゼットンは完全に目覚めた。これはその祝報だ。弾はまさか、みんなここから逃げるんだ。早く、ダメだ、止まれ。おい、どうした？助けて。ウルトラマン！ウルトラマン！ウルトラマン！早く！早く！しっかりしろ！今はお前がウルトラマンだろ！タイガー、お前情けなくないのか？こんなことになってお前悔しくないのかよ。これが本当の俺だ。
まさか。そうや。全部嘘やねん。うちら地球防衛隊なんかとちゃう。ほぼ全員ど素人。真っ赤な偽物なんだ。無駄。それに私呼びたいんだし。は？のびもなすびもあるかよ。一般ピープル守るのが防衛隊の役目だろ。はい。その辺にしときな。あーうるせえな。余計な口出し。悪いのはそいつじゃない。侵略者だ。頭、久しぶりだね、沢。姉さん、この人昔一緒につるんでたダチさ。感動の再会、めっちゃ最高やわ。でも残念、どうせもうじきみんないなくなっちゃうんだし。怖いこと言わないで。いいし、わめくな。あー、ちくじゃん。静かにしろ。私たちはね。そうよ。私たちは地球防衛隊。もう大丈夫よ。さあ中に入って。頭の嘘は私らみんなの嘘になった。頑張ったで。ほんまみんなめっちゃ頑張った。ただの整備工や OL や看護師けどやっぱ偽物は偽物。何も守れなかった。沢、違うよ。あんたらは立派だ。どうして？ゼットンには誰もかなわない。ダイナだって負けたのよ、私の目の前で。
だ。タケル！誰にも言えなかった。言うのが怖かった。逃げ出すことしかできなくて、タケルがショックで声が出なくなったのも全部私のせいなんだ。大丈夫、アスカは不死身だ。伝説の英雄だからな。必ずあいつを連れ戻してやる。俺たちをウルトラマンを信じろ。さあ行こうぜゼロ。勝ちに行こうぜ。
タケル、タケル、諦めるな。タケル、タケル、お姉ちゃんはあの時怖くなって逃げた。でももう逃げない。これをお姉ちゃんに届けさせて。私もアスカが生きてるって信じてる。
なぜ人間に寄り添う。人間、つまらない生き物。別に理由なんてねえよ。昔からそうやってきた。ただそれだけのことだ。お前が人間の価値を語るなんだ。残念、早いぜ。これで勝ったつもりか。貴様らが倒したのは妖体に過ぎない。さっきよりまるで迫力不足だぜ。
消滅へと向かう。そうだ、すべてのものは滅び去るのだ。私たちが諦めたら子供たちはどうなるの？あの子たちは私たちのことを信じてる。ねえ、姉さん。目を覚ましてよ。私たち地球防衛隊でしょ。みんなのことを守るって言ったじゃない。ゼロ、ゼロ、ゼットンこそが宇宙を支配する法則、滅亡そのものなのだ。その力で全ての宇宙の命を根絶やしにし、私が全宇宙の神として君臨してやる。さあ、恐怖と絶望の前にひれ伏せ。結局俺は何にも誰も守れないのかよ。まだだ、まだ終わりじゃない。でも、もう力が限界を超えた時、初めて見えるものがある。掴み取れる力が立つんだ。タイガ、僕らはまだ守れるんだ。守れる。本当の戦いは、本当の戦いは、本当の戦いは、諦めないで。本当の戦いはここからだ。まだどんな姿になろうが、私は無敵だ。指一本頑張れ！
サはよく聞こえない。リーサとタケルは無事なのね。見たこともないウルトラマンが、防衛隊だろ。信じてるよ、ずっと昔から。
ったんだ。これで全ての命が帰ってくる。やっと終わったな。いや、これから始まるんすよ、先輩。言うじゃねえか、後輩。未来を隠している立ち止まっていても太陽は見えてこない君の
耐え難い行方はまだわからないのか。生きてる。タイガーは必ず。その通りだ。みんな心配すんな。タイガーはちゃんと生きてるぜ。あいつも未来に向かって進んでる。人には誰でも前に進む力がある。みんなまた一緒にこの空を飛ぼう。アスカ、私たちもいつか必ずあなたに追いつく。待ってるぜ。タイガー、これがお前の決めた答えなのか。俺はここで生きる。この世界の未来が見たいんだ。タイガさらばタイガー、さらば素晴らしい人間たち。